こんにちは。主食はお米です。今回、新たに追加された3枚のカード。灼熱の機動歩兵を狙って、ガチャを回したいと思います。ラシス、かき氷争奪戦バージョンは、捕獲で確保予定。サマーキャンプの落とし子は、使えると思いますが、今回は、諦めます。灼熱の機動歩兵のスキルですが、敵に、炎帯。5回攻撃、誘惑を付与します。対象が誘惑の時には、攻撃が必中になります。対象をターゲット時、ここがミソになりますが、縦破壊に変わります。その上、古文スキルが強い。対象が誘惑になってる場面は、あまりありませんが、最大 45% とか。運営何を考えているのかわら。コロシアムなどで誘惑が飛び交ったら、対処は難しくありませんが、面倒になりますわら。それでは、ガチャを回していきたいと思います。さすがに、3週連続、一発バチリは、ありませんでしたわら。いつもそうですが、ガチャの初めのうちは、ワクワクするんですよねー。でも、だんだんと、顔が引きつってくるのは、デフォですわら。サクッと、出てくれんかなー。無理やろうなー。しかし、光らんなさすがに、10回連続、ピキーンなしは、おかしいだろわら。運営さん、ガチャ壊れてますよー。少し画面を変えて、流れを変えてみますわら。効果があったか？ですよねーわら。ワンチャン。ガチャの流れが、ひどすぎるわら。
ワンチャン。このまま、何も出ないで、石100個なくなりそうわら。20回回して、SS なしですかわら。神様、お願い。いやー、なんとか出てくれました。今後、この神様を、崇拝するかわら。1枚目の SS が、狙いカードなのは、かなり久々な気がする。早めに出てくれば、文句は、何もありませんがわら。神様が、この神様だけに、しょうがないかわら。ご視聴、ありがとうございました。